それでは山本選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。現在の心境はいかがでしょうか。まあ、もう試合目前でもう勝つことしか考えてないです。今回ライジン初参戦ですが、周りからの反響などはありましたか。まあそうですね。周りからまあついに決まったねということで、まあ、喜んでもらえて、まあ、やる気も出てきました。はい。今回初めて山本選手を見るファンも多いと思いますが、ご自身のどんなところをファンに見せたいと思いますか。思い切りのいいところを見せたいですね。対戦相手の白川選手の印象を教えてください。本当に打撃の選手だなという印象です。はい、先にその白川選手がインタビューをされていたんですが、今回の試合にかなりこう気合を入れている様子でして、死んでも勝つ、派手に KO で勝つと話していました。それを聞いて今どう思いますか。まあ、それは試合なんで、その気持ちは誰しもが持っていると思うので、自分も全力で倒しに行きます。ご自身でどんな試合展開になると予想しますか。まあ、打撃で相手も詰めてくると思うので、自分も詰めていって、まあ、近距離の前が続くのかなと思います。はい、ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。マスコミの方、ご質問ございますでしょうか。少々お待ちください。はい、それでは合格松山さん、お願いします。はい、合格松山です。よろしくお願いします。今頬がこけているように見えますけれど、ライト級フェザーという階級の中で今減量の方はいかがですか。順調ですね。もう全然普通に落ちるんで問題ないです。うん、フェザーという階級で戦うことに関しては山本選手の中でこう手応えを、力強い手応えを感じている状況でしょうか。そうですね、どっちでやるって言っても、まあ、特に変わりがないんで体重の差ぐらいかなと思います。対戦相手について、山本選手、そういえばリングではこれまでの経験はありますか。アマチュア全日本アマチュアシュートの時ぐらいですか。じゃあそれ以降はずっとケージで戦ってきて、はい、リングということに関してはこう対策だったり、あるいは戦いやすさ、戦いづらさ、どういうふうに感じてますか。そんなにそこも考えてないんで、もうとりあえず思いっきりやるだけです。グラちゃんからこう試合に出て戦う、大事に戦うということに関して、今グラちゃん勢も存在感を示してますけれど、どんなふうに感じてますか。しっかり勝って、まあ、グラちゃんという名前も知ってもらえるように、はい、しっかり勝ちます。わかりました。練習環境はパラエストラ千葉ネットワークを行き来している感じですか。そうですね、千葉と松戸と、あとネバークイットさんで練習させていただいてます。なるほど。ネバークイットではどんな選手ともやってますか。伊佐選手と、はい、あと菊入選手。ちょうど試合をそうですね、迎えてた、はい、なるほど。それはかなりハードな選手な、練習になった。すごい自分にためになる練習になりました。今回初参戦ですが、ご自身としてどういう試合をしたいと思ってますか。先ほども言った通り、思い切りのいい試合をしてしっかりと勝ちたいと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他追加でご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。それではフジテレビ田淵アナ、お願いいたします。こんにちは、フジテレビの田淵と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど思い切りのいいところを、まあ、見せたいという話でしたが、具体的にその思い切りのいいっていうのはどういった動きになってくるんでしょうか。しっかり前に詰めていって、打撃でも、まあ、組でもしっかりと自分のやることをやるというところを見てほしいです。パラエストラでは先日 MMA で初勝利の太田忍選手もトレーニングをしてたと思うんですけれども、はい、まあ、階級的には同じですよね。
こうスパーリングなんかはやったりしたんでしょうか。グラップリングの練習は何度かさせていただいて、はい、まあ、やっぱりとても強いですね。山本選手の中では自分はいわゆるストライカーっていう意識が強い。いや、特にどっちでもないんじゃないかなと思います。すみません、あの勉強不足で。バックボーンでいうと柔道ですか、レスリング。柔道ですね、はい、柔道ですか。あのフェザーではタイトルマッチが今大会行われますけれども、ゆくゆくはこのライジンのベルトっていうのはどのくらい頭の中にありますか。いや、全く考えてないです。考えてない、はい。今持ってる目標っていうのはありますか。目の前の試合に勝つだけですね。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。追加のご質問大丈夫でしょうか。それでは山本選手の試合前インタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。